さあ今日はプラハでオペラを見たいと思います。ここプラハにはモーツァルトが直接その場所で指揮をしたというシアターがあります。そのシアターはエステートシアターです。結構開演のギリギリです。今今日見るオペラはモーツァルトが最後に作ったオペラ魔笛なんですけど、ドイツ語なので、事前に内容を予習していたらですね、結構ギリギリになってしまいました。あと15分ぐらいで着かないといけないので、ちょっと急がないとですね。実際にオペラなんですけれども、まあ、もちろん席によって値段は違いますが、私は1階のフロアで舞台から結構近いところなので、まあ、それなりにちょっと高い席なんですけど、それでも日本円で5000円ぐらいです。結構お手頃でオペラを見れるので、はい。しかもモーツァルトの由来があるその劇場で直接見れるということで、これは外せないと見ていきたいと思います。急ぎましょう。全編ドイツ語なんでね、少なくともあらすじとか予習しておかないと、2時間半ありますからさすがにきついですからね。モーツァルトが直接オペラをですね、その場所で指揮をしたことがある由緒正しい劇場です。結構ね、並んでますね。楽しみだな。私ね、ジャケットがないんですけど大丈夫かな。ちょっとねラフな人もいるんで大丈夫かなと思います。あんまりね、オペラとか見慣れないんで、あと旅の旅行の荷物にスーツとかジャケットを用意してないんでね、こういう時困りますけど、おそらく大丈夫だと思います。前編が終わって休憩に入りました。字幕が入るので助かりますね。英語で字幕が入るので、もともと予習はしてたんですけども、前のプッチーニのトゥーランドットの時は結構厳しかったんですけどね、このエステートシアターは結構コンパクトで、音楽もそうですしオペラ自体にすごく集中できていいですね。イタリアで以前プッチーニのトゥーランドットを見た時は屋外だったので、結構ね厳しかったんですよ。内容もね、予習が甘かったんで厳しかったんですけど、今回はバッチリです。さて、エステートシアターでのオペラ鑑賞終わりました。
いやーすごかったですね。まず感じたのはすごく私予習するたびに YouTube で字幕がついてる日本語字幕がついてる、マテキを見たんですけど、まあ当たり前ですけどね、生の臨場感とあとは演出で、まあ、テンポよくすごく進んでいった感じがしました。あとはエステートシアターで、やっぱりこれはオリジナルなのかちょっとわからないですけど、なんかモーツァルトのエピソードとともに、モーツァルトがそのマテキを書いている、書き上げている、それをリンクさせながら、またモーツァルト自身が劇中にちょっと参加しながら、まあ、そういうちょっと面白い凝った演出で、進んでいきましたね。まあ、これはモーツァルトとゆかりのあるエステートシアターならではのオリジナルの演出なんじゃないかなと思いました。まあ何よりですね、まあコロナ禍の中で行われましたけど、あと一つチケットを買って簡単にそのまま入場できるかと思ったらですね、ワクチンパスを見せろと、ワクチンを打った証明もしくは陰性証明を提示してくださいと入場するときに言われましたね。まあなので観覧するときは陰性証明もしくはワクチンパスを、ワクチンを打った証明を必ず持参するようにしてください。エステートシアター、モーツァルトとゆかりのある歴史的な、そのような劇場で観覧できましたし、おそらくエステートシアターオリジナルのモーツァルトが実際にエピソードに入ってくる、そのような素敵な演出、オリジナル演出を楽しめました、ね、あまり大劇場すぎないのもまた良かったですよね。はい、ということで、コロナ禍、まあ、いろいろと難しい状況もありますけど、一つそういった難しい困難を乗り越えて、劇場は結構満席でしたから、少しずつエンターテインメントも戻ってきつつあるという感じでしょうか。それではまた。